東洋太平洋フライ級9位小林洋介がリングに登場です。岐阜横関ジムの期待のホープ、まだ20歳の若者です。左が小林、そして背中が見えているのがタイのサイソン・スリプラちゃんです。第1ラウンドが始まっています。小林はここまで14戦戦って13勝1敗8つの KO があります。スリプラちゃんの方は2試合連続の来日ということになりました。6勝8敗1つの KO があります。第1ラウンド静かな立ち上がりから左のフックを放っていきました小林。薬師さん、はい、この小林もランクに入ってから相当こう自信をつけてきたという、なるほど、そういうボクサーですね。長身で多分左使って足使ってっていう頭のいいボクサーじゃないかなと思うんですけど、このスリプラちゃんの方もですね、はい、スピードなさそうに見えて打つときにこうやってお右急にスピードつけて、おー右ダウン、いきなりの右フック、ロングフックが決まりました。オープニングダウンは小林、小林対スリプラちゃんは第2ラウンドに入っています。第1ラウンドで小林の右のロングフックが決まりまして、スリプラちゃんからダウンを奪っています。薬師さん、はい、いきなりのダウンでしたけども、その後スリプラちゃんも頑張りましたね。こうやって、ね、打つのは包めていくのいいんですけど、正面からいってるから相手のパンチももらうんですよね。はい、そこは気をつけなければいけませんが、さあここはもう小林がロープに釘付けにして一気にまとめるか、これも少し、もう少しね距離を置いてもいいんですよね。距離を置いたところで打ち合った方が、はい、あれだと相手のパンチも入りますから、す、ね、ちょっと危ないですよね。さあ小林が攻めていきます。ニュートラルコーナーサイド、もう一気にこれ富樫さん決めに行ってますね、はい、もうね一発当たりは、ね、あの沈むと思いますよ。はい、もうかなり効いていると思うんですが、ただねむちゃくちゃやっぱり打ってくる時ありますから、はい、あーっと崩れるようにしてダウン。もう最後はいやいやをするように膝から崩れ落ちました。スリプラちゃん、小林選手はもう少しねあのリードブローを出しながらね距離測った方がいいですね。もっと距離を取った方がいい、左の右ですからね。さあこれでロープに詰めていって一気に決めに行くか。第2ラウンドストップ、止めました。テクニカルノックアウト、小林洋介貫禄、格の違いを見せつけました。まだもう全然息も切れないって感じですか。まあ、こんなんじゃなかったんですよね。ちょっと失敗しました。え、失敗した？はい、ちょっと自分ではもうちょっと楽に、まあ、勝てるかなと思ったんですけど、ちょっと力みすぎましたね。それでももう2ラウンドで KO、 じゃあ力まなかったら1ラウンド KO を狙ってたんですか。そうですね、まあ、1ラウンドから行こうと思ったんで、まあ勝てて終わったです。もう次回は必ず自分の納得いく試合をしたいですね。